白学防止でうまく育成できたことがないんだが、に対するみんなの反応をまとめ。あれ白学防止が自動仕様じゃないけど、キープする意味あるんだっけ内容。ロボ回避。最後の方に使った方が下振れしない、というオカルト。数知れずトレーナーの早期に切れ物使った末路はどうだったそういう配慮つまり。そもそも買ってもほぼ紙触れにならないだろ。 切れ物は天然物が最強で養殖物買えるくらい。スキルポイント余ってる時点で下振れ。白学帽来るとき大体かふれてる。スカ切れ物即来てうまくいった人いるの帽子でも良いんだけど。毎回クソみてえな展開になるんだけど。帽子50彦トンで売れてんだよな。帽子は2割引きでも高い。マチさンの帽子、バッドステバン切れ物。 これを並べよう。切れ物ないときは、切れ物あったらなーってなるけど。切れ物速攻着て、うまいこと一斉できたケースってあるかないかだな。切れ物帽子は、クラシック10月シニア4月くらいまでに、しれっと割引で、着てほしいのよね。帽子は、シニア後半スキルポイントに、余裕ができて。そのタイミングで引かないと早々に、購入できる場合は、下振り確定してるし。 かなりピンポイントな出現タイミングかつスキル全然取らない縛りプレイが求められる。そこまで縛りきついなら普通に天然切れ物車で回した方が早い。今年も紅白出れるかな。セルランまた落ちた。次の馬誰かや。日曜だしそろそろ社会人帰ってくるぞ。大ちゃんはすこか。大体課金するだけならスマホでできるんだよな。 パズジは、荒らす記事と荒らさない記事あるのは何なんハラシンキッズのターンとパズジのターンがあるの。定期にするほど言い訳し、続けてるのか。エモジ君は、会話できないくせに構って欲,しい欲求だけは、人一倍強いんだ。クズ親に勘やかされて育ったから。エモジを多用するのは、定型文を使うことで自分を守ってるんだよ。 否定されても、これは自分の言葉ではないって逃げられるからね。77の誠意物つ染めより、専用は老婦の方が良いんか武器は祭礼つけてる。